鉄道チャンネルをご覧の皆様、毎度大きにちょっぴり疲れたらゆったりまったり途中下車。どうもあーやんこと三重彩花です。さあ今日も水曜日の7時になったということで、あーやんのコンテンツスタートしていきたいと思います。イエーイ。ということで、前回はですね、久しぶりに最近ちょっと気になっているあーやんのおすすめ駅弁をリストアップしてみて、まだ食べたことない駅弁をリストアップしてみたんですよね。でそちらを公開させていただいて、今回は実際にちょっと品川駅に行って駅弁を買ってきました。じゃじゃん、こちらです。はい、貝づくし駅弁、品川名物です。で2017年の金賞お弁当グランプリ取ってますね。駅弁空弁部門です。こちらの駅弁をちょっと実際に食べてみたいなと思います。今回はそんな動画を撮っていきます。はい、ということで、早速中オープンしていきたいと思います。パカーン、じゃじゃーん。もうギュギュギュって全部ね、お弁当の中に全部旨味が詰まってますね。惜しみなくふんだんにご飯の上にアサリだったりね、貝だったりホタテとかね、貝柱だったり詰まってますよ。ホタテが3つ入ってますね。ホタテが2つか。あとこれが貝柱とかホタテ、じゃあアサリ、枝豆、しじみ、これ貝柱か。わあ、たくさんの貝が入っていますね。そしてこちらには煮物と厚焼き卵、副菜。美味しそうですね。それでは早速いただいていきましょう。それではいただきます。まずはじゃあアサリからいこう。アサリだけ食べてみるね。こちらです、アサリ。うん、あ、美味しい。佃煮ですね。これは山椒とか生姜かなでこう煮てあるんですけど、すごく生姜のパンチが効いていて、これ好きでしょうみんな。これはそらグランプリになるわっていう味ですね。うん、あ、ちゃんとびっくりしたのが、生姜の刻み生姜が中に入ってます。だからちゃんと味がしっかり残るんですね。余韻まで楽しめちゃう。これは美味しい。続いてこちら、デデン。うん、甘みがあって、何で煮てあるんだろう。なんかね、味は濃くないんですよ。一番伝わりにくい食レポですね。失礼しました。じゃあ続いてこちらのアサリさんたちをいきましょう。うん、濃密。このしじみの味をしっかりと凝縮させてある濃い味ですね。ここに山椒が入ってるのかな。うん、山椒入りです。さっきのアサリの方、アサリのこの佃煮の方は生姜で煮てあって、でこっちのしじみの方は山椒で煮てありますね。山椒の粒子とか入ってないかな。うん、だからアサリ食べた時に若干山椒の風味がしたのは、きっとこっちの隣のしじみの味が、風味が残ってたのかな、伝わってきたのかな。めっちゃ美味しいです。では続いてホタテいきましょう。ホタテ大きいですよ、これキャップぐらい。キャップぐらいです。本当に大きいね、ほらこれぐらいでしょ。すごくね、大きいホタテです。いただきます。
うーん、これも甘く似てありますね。東京鉄板ちょっと甘めなんですかね、味付けが。おいしいよ、これは。金賞取るわ。うん、ね、どこ行ってもホタテめっちゃ食べるんですけど、ホタテが大好きなんですけど、ホタテって美味しくないの食べるとパサパサしてるんですよね。でもここのホタテはちゃんと水分も残っていてびっくりしています。めっちゃ美味しい。なんかたまに失敗したなって思うホタテないですか？これを感じさせない駅弁クオリティ高っ。すごい美味しいです。うん、そしてホタテの隣にある、じゃじゃん、これもアサリかな。ちょっと味付けが違うかもしれません。うん、甘い。なんかホタテと一緒に似てるのかも。すごく甘くて味がしみしみです。こう逆にあれだね、お酒飲みの人はさ、お弁当ご飯じゃなくて上のおかずだけでビールが飲めちゃいそうなぐらいとっても美味しいです。当てになる。うん、最高。これ止まんない。なんかそれぞれの貝の美味しさをちゃんとうまく引き出してる気分ですね。美味しい。ご飯の下に、ご飯の上に卵が、この刻み卵が乗ってるんですよ。これも甘みがあって、さらにアサリが美味しくなる。うん、はい、ということでですね、品川名物貝づくし駅弁完食いたしました。とっても美味しかったです。本当にね、なんかね、全部の貝がそれぞれ違う、あのお味がつい、なんかね、味付けがされていて味がついてるので、飽きることなくいろんな貝のね栄養を、取らせていただきました。とっても美味しかったです。これは本当にね、さっきもお話ししてた通り、金賞取るわっていう、すっごく美味しい駅弁でした。皆さんもぜひ関西とかね、地方から東京にいらした際は食べてみてください。そうでね、大阪とかでね見たのかなと思って、もう真っ青の貝づくし駅弁ちょっと見当たらないんですよ。誰かもし目撃情報があればぜひぜひ教えてください。ということで、以上アーヤンでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。